最近話題になってる TKO の木本さんの、はいはい、投資ネタについて、はい、ちょっとお話を聞かせていただきたいかなと。はい。なんかね、不動産投資と FX かな、お金預けてて、なんか芸能界の人って、なんでああいうのかかるんですか？なんていうかね。しかも無登録業者だよね。だったね。うん、無登録に業者に金預けるってすごいっすよ。すごいよくある。いや、FX とか完全に博打じゃないですか。ねえ。上がるか下がるかも、半ばくるかも、目がしたんですよ。バカラみたいなもんですね。バカラですよ。バカラですよね。はい。しかもなんかあれ多分レバーかけ、最初にやってるわけですよ。レバレッジかけて。ねえ、最低でも10倍。多分100倍とかのレバレッジとかだと、1円動いただけで、なくなりますからね。いや、でも本当、無免許でやってる業者が結構いるんですよね。いやー、闇金的なところとか、もうそういうの絶対、芸能界の人ってほんとすぐコロッと騙されちゃうんで、ダメですよ。ちゃんと投資顧問業の免許持ってますかって言って、普通は投資条件ですからね。お金預かってる免許は1、2勘定ってもっと難しいですね。はい。多分その、お金を返せなかった、その、ね、運用するって言ってた人は、金融商品取引を違反になってしまうので、はい。自分で建て替えて後輩が返したって言ってました。でも結構な金額ですからね。全部返せるかっていうとなかなか持ってるんじゃないですか。持ってるんですかね。いや、僕危ないと思いますよ。ということで皆さん、投資は自己責任で、そして自己責任で投資